日本新党は今回の参院選に向けていくつかの政策を発表いたしました。日本新党は既成の政治に対する国民の怒りや不満を汲み取って政治改革、国会改革に乗り出します。政策論争もせずに裏の駆け引きに終始する現在の国会のシステムを改めていく。そして本来の暴落でさらに危機感を強めています。このままいきますと金融システムの崩壊、それに伴う金融機関の貸ししぶりによって企業の活力を低下させる不安が出てきました。日本新党では現場の声、消費者の声を何よりも優先し、必要な経済対策を打ち出し、自由で活気のある経済活動の維持と発展に努めると発表いたしました。特に外圧に頼ることなく内側から規制緩和を進めることで生活者優先の政策を進めていこうというもの。しからばなぜ責任政党と称する当時の自民党はですね、やはり国民の負託を受けて日本の憲法というものを遵守する使命をあてがわれておきながら、いいじゃないかいいじゃないかでもって自衛隊というものを作りましたね。しかもこれは国土防衛隊がにはやらんからということでございました。私が冒頭申し上げた通り、陸海空軍は持たない、国土防衛隊にしろ陸海空軍持つんですからね、なぜあの自衛隊創設の時に素直にですね、やはり憲法に違反をするんだから、やはり国民の信託を受けようじゃないかと、なぜこれをやらなかったんでしょうかね。大企業あるいは国はそれだけ、大きくなり恵まれてきたと思いますけれども、一般の国民の皆様、私たちはじめ多くの皆様は果たして、それだけ裕福さあるいは幸せさを感じていらっしゃいますでしょうか。私は違うと思います。今度は国民が幸せあるいは豊かさを得るのが順番ではないでしょうか。もうそして小さな小売業がいくら独自で頑張ってもおのずから限界があることも考えたのです。そこで私は同じような悩みを持つ全国の同業者に呼びかけ、精神の共同心理機構全国小売業連合を設立いたしました。そして海外からの商品の直輸入、問屋さんからの共同仕入れにより地域の会員さんを、ビジョンがあったし信念があったし理想がありました。飛鳥時代は飛鳥時代なりに東大寺を建てたり法隆寺を建てたりして、中国文明との、中国文明に負けず、または徳川時代ももちろんですが、明治の後半に至ってから、倒幕そして開国、いろいろなビジョンがありました。特に日本はアジアの解放というようなスローガンをまたはビジョンを、決して忘れてはならないことは、日本の国民の教育水準というものが非常に高かった。どこの国もそうですが、革命が起きると必ずまず食べることに専念します。しかし日本は明治3年全国にですね、尋常小学校を引いてまず教育というものを重点を置きました。日本には資源が全くありません。まして戦争で丸裸にされました。にもかかわらず今日の繁栄を勝ち得たというのは、歴代の指導者もさることながら、日本人の持っている教育水準、いわゆる含み資産ですね、そういうものが非常に大きくその働いたと思うんです。お聞きするところによりますと、今回は政治生命をかけた最後の戦いということで、その意気込みも相当なものですね。はい、その通りです。私は今年の1月から国会議事堂の前の正門前から、銀座の方向、つまり歌舞伎座のですね、まで 3.5 キロを、年金倍増の旗を、上りを立てましてですね、ずっと毎日、デモ行進をいたしました。そして年金等の支持を訴えてまいりました。
そうですか。そして今回は準備も大変早く始められ、党活動も活発になさったとか。はい、年金党の風物詩として、言われておりまして、週刊朝日や TBS の取材も受けました。なるほど。受けましたよ。さて、21世紀の福祉の柱は年金問題と訴えられて、高齢者に優しい、障害者に優しい、介護主婦に優しい、老人福祉等です。老人福祉等は尊厳死の法制化運動を行っています。皆さんもご存知のことと思いますが、これから生徒数がどんどん減少していきます。学生数の減少とともに閉鎖される高校、短大、大学が出てまいります。一方では文部省の、学校改革で研究者を育てる大学院大学が出てきます。教養部が廃止され、学問の専門化が進んでいきます。一体これらの政策は何をもたらすのでしょうか。エリート化を増強するだけではないでしょうか。高学歴社会に伴い出生率は下がっております。このままいけば、決して大げさな表現ではなく、現実として日本民族の、存在の、まあ、存在。愛したいときに愛すること、自分の気持ちに嘘をつきたくない、そしてもう一度何でも自由に表現したい。それがどんな形態のものであっても、たとえ人々が眉を潜め意味避けようとするものでも、私自身が美しいと感じたものは躊躇することなく天に無法に表現したい。これが、この思いが現在の美しいものは美しい、醜いものは醜いんです。そして最も我慢ならないのは、そのような美の物差しとはなり得ない物差しによって美そのものが測られ規制されるという事実です。およそ古今東西を問わず、芸術に権力の干渉なり法の規制が強まったとき、芸術は衰退します。面白いことに、その衰退をしたたかな芸術家が食い止めたこともありました。江戸時代の下作家や浮世絵師たちです。お上の弾圧が激しければ激しいほど、その厳しい目をかいくぐって、今でいうポルノ的文章やあの枕絵と言われる春画を書き残したのです。ただ現代はあのしたたかな江戸時代ではありません。より法の規制力が整備された時代です。そして先ほど申しましたように、美の物差しとはなり得ない物差しによって、美という犯しがたい存在をいとも簡単に犯し規制する時代です。何かどうでも言いまして、このわいせつ罪なるものは不要と思っております。いかなる芸術表現に対してもこのわいせつ罪というものは馴染まないと感じております。こいつが悪い、こいつが悪いと、ここが悪いと、すべてそういうふうな形で私たちはその原因を解明し解決策を見出そうとしてきたんです。しかし時代はもうそういうことで問題の解決、地球の健康を阻害していると、このことに気づかないといけない。だからあれこれあれこれ他人を批判することを私たちはもうやめようと、自分がこうと思ったこと、こうすれば地球環境を保全できるし自分の健康のためにもいいと、そのように思ったことをどん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 自由にやっていこうと、それが基本だと、それを私たちはもう一つの生活の実践という言葉で表現しました。あれこれあれこれ他人のことを批判することではなくて、まず自分がいいと思ったこと、自分の体が非常に楽しくなるようなことをどん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 やっていこうと、でやると、そういうことを具体的に提案していくということが大事だと。だから私たちは旧来の政策反対闘争という形で自らの問題を立てるということはしないでおこうと思います。これら輸出先の国々では、日本のような馬鹿げた車検などしている国はありません。それでも故障などしないで正常に走っているのです。ではなぜ日本だけが2年ごとにこんなにお金をかけなければならないシステムになっているのでしょうか。それは業界と運輸省がグルになってユーザーから金を巻き上げよう、車検を口実に
新社と代替えさせようという魂胆なのであります。そのために車検整備は安全の先取りだなどと宣伝しておりますが、とんでもない話で、今の精密な自動車を故障もしていないのに、運輸省の言う通りにバカ真面目に車検制度などと称していじくり回しなどしたら、危険を察している私に対し悪どいばかりの妨害をしているのであります。私は外車の輸入をしているからよく分かっておりますが、今の日本製の自動車はその品質において、ベンツ、BMW などはすでに10年も前に追い越してしまっているのです。こんなに高品質の車を作っていながら、ユーザーを騙して車検のために何万円も踏んだくっている。どうぜ俺たちはと、こういうふうに歌ってまいりましたが、これだけでは何の解決にもならないと私は思いまして立候補いたしました。マイク真紀です。私は日本の文化、歴史、芸術を大変誇りに思っております。そして日本製品の素晴らしさも誇りに思っております。特に車やオートバイが世界中の道路を走っているのを見ますと、自分のことのように嬉しくなってまいります。先日もアメリカを数千キロ、走ってまいりましたが、高速道路は全部無料でした。そこで、オートバイに2人乗りの老夫婦に、出会ったのですが、日本では高速道路2人乗りは禁止なのだという話をしましたら、そんなバカなと、笑われてしまいました。そしてある州では、モトクロス場を作りまして、そこでまだ免許のない子どもたちが楽しくバイクに乗って走り回っている姿を見かけました。日本にはありません。そしてオートキャンプ場で生活をしながら全国を回っている人たちにも出会いましたが、日本では不可能です。また自転車専用レーンというのがありまして、自転車は車に邪魔されず、また車を邪魔することなく、ペダルを漕いでいる人たちを見ると羨ましい限りです。ちなみに私の車に日本でガソリンを満タンに入れますと8000円かかります。アメリカでは約2600円です。アメリカを車で旅していると日本の車社会を誇りに思えなくなってしまいました。情けなくもなりました。恥ずかしくなりました。どうかモーター新党に。私は現在の参議院になんとタレント議員の多いことでしょう。このタレント議員だからといって全員が全員、不能であるとは無能であるとは申しませんが、ただ知名度だけを頼りに、選挙に立候補し、そして当選した後には、大政党の議員の一コマでしか役に立てない、大政党の賛成反対の一コマでしか役に立っておらない、現在のタレント議員のあり方に大変、不満を持っております。知名度だけで、当選をし、必ず大政党の議決の一コマにしかならない現在のタレント議員に、これ以上でたらめな投票をするのは、無責任な投票をするのはやめにしましょう。これ以上参議院をタレントの吹き玉にしてはなりません。反省に基づいてですね、もう戦争はしない、武力を使わない、あるいは国際間の紛争を武力で解決しようとは思わないと、こういうですね、ですから日本はそういう事情があるから軍隊は出せませんとはっきりお断りするということが、世界へ日本の信頼をつなぐ唯一の道だと私は思うんですけどね。意味さえ見直されたんじゃないかと思いますね。衆議院が一つだったらですね、さっさと決まっちゃうわけですし、もし独裁ならですね、これ一番効率的ですからパッと決まるんですけど、独裁ということになりますとですね、どれだけの多くの人間が嫌な思いをし、命を失い、血を流さなきゃなんないか、こういうことを考えていただきますとですね、平和、民主主義というものはいかに大事かということを改めてご認識いただきたいと思う。兵力を出すことなんかありません。で、国連に参加してですね、お手伝いをするんだから心配ないじゃないかという説を唱えている方もおいでですが、国連が何ほどのことがあるんですか。国連があったってベトナム戦争あったじゃないですか。アフガニスタンもそうですし、フォークランド紛争だって、湾岸戦争なんか私に言わせれば国連が始めた戦争だと、こう言いたいくらいです。ですから何も安心なことは一つもないわけですね。
ですっていうのは、自衛隊はそれでなくても人が集まらないんですけど、今度こういうことになりますとなかなか集まらなくなりますね。で政府は人も出すんだと言って大見え切っちゃった以上出さないわけにいかないですから、人が集まらないとね、これしょうがない、昔みたいに赤紙で集めるしょうがねえかということになりますと徴兵ですよ。現にそういうことを言ってる人もいるんですから、危なくてしょうがないということを認識していただき、天皇陛下は神様です。国民の方々のご支援が得られて、そして幸いなことに多くの票が集まりまして、そして1位のパレンバン、セレベスメなどに空から落下さんで、日本が一番大東亜戦争の原因でもあった油の核を戦闘する空飛ぶ新兵であった第一番目の72歳の老人を当選させてほしい。はっきり言えば50、60、放たれこぞ70にして惑わず80にして立つ、こういうふうな我々の太平運動は非常に歴史の悠遠な歴史の歴史的必然性を見越したところの転じて不屈となす。これからいよいよ太平海運動の本当の戦いが行われます。50、60放たれこぞ70にして惑わず80にして立つ、新帝憲法だ。これが条例法です。この条例法は昭和の初年、世界メシア教教祖岡田名士様が創始された方法で、太陽黒点から放射される特殊過疎の力によって、人間の体の中にある病を引き起こす悪い物質、言ってみますと人間の体に蓄積する種が、この条例法を引き継ぎ、新しい医学条例法として全国各地に推奨しております。現在私どもが行おうとしている、実現を志している生存革命、医学革命の中枢をなすものでございますので、皆様方もどうぞご一緒におやりいただきたいと思っております。生存革命、私ども人間たちが生きていくためには大変な大事なものがあるということをご承知の通りです。空気、水、土、地球環境を取り巻くものです。これが今誠に汚染されている、これは全世界の方々が非常に心配をされていることです。この汚染の原因は何か、これは有害薬剤の乱用でございます。農薬、化学肥料、除草、殺虫剤ですけれども、はい、北海道に戦車とか、はい、青森にジェット機とか置いてますがね、はい、敵はね、そんな北海道から来ませんよ。そうですね、東京に直接ね、ミサイルが来ます、はい、私の発明したものはミサイルを上空で U ターンさせて、はい、発射した敵の基地に戻すと、はい、こういう発明です。そうすると我が国は原子爆弾もいらず、ミサイルもいらず、敵国は自ら作ったミサイルと原子爆弾で逆にやられてしまうと、そういう全くローコストでね、はい、防衛費がローコストになりますので税金も少なくなります、はい、それからまた例えばですね、日米貿易摩擦、まあ、特にお米なんですが、これは非常に問題になっておりますが、私が発明しました新しいお米の作り方、はい、これでですね、従来の日本のお米っていうのは外国の7倍も高いんです、はい、7倍も高いから自由化すると農家がもう一気に潰れてしまうということですが、はい、私の発明したお米をですね、従来の10分の1のコストにできるんです。そうしますと自由化いたしましてもね、はい、農家は、日本の農家は潰れません。なるほど。それからアメリカはですね、はい、イライラしなくなってニコニコするということで日米が協調するということですね、その他ですね、核につきまして歴史的な工作が可能になるだろうと、まあ、こういうように考えたわけです、うん、まあ、要するにその UFO は現代の黒船であると、そういうことですね。そうですね、歴史の推移をちょっと考えてみますとですね、西洋文明の黒船が来航したという事件がございましたね、うん、それから近代社会に移りまして今日の国際社会があると、しかしその間に必ず人類が辿ってきた道というのは開国だったわけです、
同じようにですね、宇宙文明の UFO が来てるという前提に立ちますと、将来21世紀宇宙文明社会に入ることを前提に考えてきますとですね、当然その間に地球の星の開国、すなわち改正がですね、必要になってくると、このあたりで私どもの改正論がまあ生まれてきたということですね。まあ、私も常々ね、この UFO 宇宙人問題の解明がですね、我々にとってその我々のこの文明をね、存続させるために非常に大事なか、有権者の皆様のご理解をですね、いかにいただくか、まあ、最終的にはですね、願う楽はですね、比較三原則のごとき国税にまで持ち上げていきたいと私は考えているわけですね、そういう意味で、この選挙についてそのあたりを強く訴えていきたいと考えます。例えばですね、幕末の時にたくさんの士族がありましたですね、士族がありました、ね、吉田松陰の松下村塾とかですね、まあ、この辺りは高杉晋作とか出ていますけれども、大阪の大型公安の敵塾、ここからまあ蘭学者がたくさん出てきましたね、その坂本龍馬なんてもそこにかかってたと思います、佐久間昭山って見ましたね、まあ、こういう方々はまあいろんな学習勉強しまして、開国論を推し進めてですね、近代社会に蛇のごとく走っていたと私は考えるわけです。従いましてですね、この選挙はこの我々の改正論を訴えると、あるいは改正学を学んでいこうという、まあ、そういうような意味合いのですね、塾みたいなものになればいいかなと、まあ、これイコール改正塾やります。肩こりや高血圧で困っている方は1日に杯3杯以上の酢を飲んでください。そんなにたくさん酢を飲んで毒でないか、また酸っぱくて飲めないんじゃないかとおっしゃる方もあるか知りません。酢に砂糖を入れて飲まないでもいいか、また酢に重曹を加えて酸っぱみを消しても酢の効き目に変わりはありません。酢は食べ物ですから、いくらたくさん取られても薬のような副作用は全くありません。そして効く人効かない人の区別もありません。酢は飲みさえすれば必ず効きます。されたということです。ともかく疲れを消すものに薬はありません。酢とアミノ酸の一種のアスパラギンとグルタミン、ストレスを防ぎ治すものは副腎皮質ホルモンで、そのホルモンが持つ自然治癒力だけである。医者や薬はそれを助けるだけだと書き残したことで有名であります。アメリカに住んでいる人で、私からクイーンさんのことを教えてもらって命が助けられたという人が、目下スウェーデンに渡って、私がノーベル賞をもらえるかどうかを調べております。